おはようございます。ポテトです。ということで今日はですね、忙しい人のための個を使えパート2やっていきたいなと思います。プレミアリーグのね、POTS ですね、来てますから、これをできるだけもう、ね、ちょ全員もうバッとやっていきたいなと思います。一応全選手にさらっていきたいなと思いますので、短くやっていきたいなと思います。テロップもほぼなしでやっていきたいなと思いますが、よろしくお願いいたします。遠藤航選手ですね、アイコンがゴールキーパーかみたいな感じなんですけど、これめちゃめちゃいいですね。カンテほどいかないんですけど、カンテのアンカー版みたいな感じで考えたら、すごく分かりやすいかなと思います。とパスとかもね十分できてディフェンス能力も高いので、普通にアンカーで使ってあげるというかなと思います。ロスバークリーですね。バークリー OMF で使ってあげるというかなと思います。フィジカル80ありますから、結構ここはね一瞬のためとかが作れるんですね。でそこを使って、あとは逆足精度、そしてグラパー90超えてますから、ここを使っていいパス、場合によってはシュートですね、これを使っていくと良いかなと思います。タルコウスキー右のセンターバックっていう形になっていきますかね。この能力とフィジカルコンタクトが高いのもいいですね。フライパスが高いので下からの組み立ても十分できるかなと思います。スピードがねちょっと最低限になってしまうので、そこだけ注意かなという感じです。そこだけね気になる人は、例えば最後守備固めで使うとかでも全然良いかなと思います。トラン系ですね、瞬発力あんまないんですけど、センスでできるだけカバーしていくところですかね。決定力が高いのとキック力も高いので、ダブルタッチからのシュート、これの決め感はね非常に良いんじゃないかなと思います。先発で出してね、後半はもう別の選手に変えるみたいな、ありきで使ってみるみたいなのもいいかなと思います。ロビンソンですね、カンスト、スピードカンストしてますよ。左のサイドバックで使ってあげるって形になるんですけど、自分で打開はできないので、上がりとかね、もしくはパス&ゴーとかで駆け上げらせてあげてください。ピンポイントクロスついてますから、フライパス80あれば全然十分上がりますから、そういった意味で使ってあげると、そういった形で使ってあげると良いかなと思います。この能力でディフェンス能力もね低くないところが非常に良いですね。ロドリー出ましたね。これはもうアンカーの完成形と言って良いでしょう。ディフェンス能力高くて、パスも強い、そして、ブロッカーついてますから、今回このブロッカーの有無がでかいですね、やっぱりね。はい、スピードはちょっと鈍足系になりますが、後ろでどっしり構えていただいて、190センチあったらかなり止め感いいので、そういった意味で使ってあげるというかなと思います。ガマリアインス、めちゃめちゃいいね。センターバックで、パスが高いのもすごく魅力的ですね。なので、スピードとかこういった能力もちゃんとあるのにパスができるっていうのが非常に魅力的ですね。センターバックであれば、どこで使ってあげても全然いい活躍ができるんじゃないかなと思います。ルカス・パケタですね。これ OMF で使ってあげてください。ナンバー10をですね、ぜひ活用していただければなと思います。真ん中で軽くこねながらですね、スルーパスとか、あとはシュートですね、これを狙ってあげるという形が一番良いかなと思います。あとは前線で持つとですね、スーッと抜けてね、裏抜けとかしてくれるので、そういったところもすごく魅力的ですね。はい、なのでナンバー10を活用してあげるというかなと思います。ヨアヌ・ウィーサーですね、スパサブのセンターフォワードで使ってあげてください。スパサブで使えばですね、90は超えてきますから、そういった意味で決定力を上げた状態で使ってあげるというかなと思います。でオフェンスセンスが若干ね、他のラインブレーカーよりは見劣りしてしまうので、そこはスピードでカバーという形で使ってあげるというかなと思います。後半のね、パワープレイの段階でこの選手出てきたら結構厄介かなと思います。176センチなんで、かなりね、ドリブルの操作感とかも非常に良いんじゃないかなと思いますので、自分でも打開をしながらですね、ラインブレークしていただけるといいかなと思います。エベレチエゼですね、 OMF で使ってあげて良いかなと思います。この能力で、まあ、左ウィングでも全然使えるんですけど、2列目でフィジカルコンタクト77なんですよね。これでちょっとねゴリゴリ行きながらシュートも打てるというところでは使えるんじゃないかなと思います。ダブルタッチからのシュートを使って狙っていただけると非常に良いかなと思います。モーガン・ギブス・ホワイトですね、まあこれは ST でしょう。ST で使ってあげて2列目発動させてですね、あとはワントラップしてからのシュート、こういったところをうまく狙っていくような形になっていくかなと思います。ワンタッチからのパス、ワンタッチからのシュート、こういったところをですねうまく狙っていけるといってくるんじゃないかなと思います。クリエルもビカーリオですね、これも強いな。コラプシング97か、めちゃめちゃいいですね。194センチの攻撃でゴールキーパーということで、これ普通にどんなルンバともまた晴れるんじゃないかな。ちょっとショータイム来たばっかなのなんかちょっとあれですけど、まあまあ普通にこうドナルマ取れなかったよという人は全然コメントでもいいかなと思います。ネットですね、ネットはダブルタッチからの、シュートが狙えるって考えると右のウィング、ただピンポイントクロスとかね使っていくって考えで言うと左のウィングって形になるので、その時の状況によってね、チーム状況によっても比べると良いかなと思います。自分でシュート打ちたいのか、チャンスメイクしたいのか、そこによって変えていくような形が一番良いかなと思います。いずれにしてもウィングで使ってあげるというかな。でカウンターターゲットとかつけてあげて、スタミナに消費
商品を抑えてあげると一番良いかなと思います。グロースですね。グロースはまあ OMF で使ってあげたら良いかなと思います。前のね、前目の能力が高いので、そういった意味では前で使ってあげるようなイメージで、そうするとこのディフェンス能力が70前後のディフェンス能力がね、より生きてくるかなと思いますので、そういった意味では前線の OMF で使ってあげるというかな、右でも左でも全然大丈夫だと思います。ピンポイントクロス持ってますし、逆足精度が最高なので、そういったところからまた逆にうまく使えてね、いいかなと思います。こうしてディフェンス能力、まあ高いは高いんですけど、まあ最低限のスピードっていうところで、まあなかなか難しいかな、使い方難しいかなと思います。絶好調の時とか守備固めの時に出していくのが一番良いかなと思います。ハドキンズ、まあラインブレーカーなので、まあセンターフォワードで使ってあげると一番良いかな。アウトスピン根幹を持ってますから、右でも左でもどっちでもいけるかなというところですかね。まあものちょっとね、他の選手がとんがっちゃってる分ですね、なかなか難しいなというところなので、まあ最後ね、あの絶好調の時とか、もしくは最後スパサブでね、スパサブ枠みたいな感じで使ってあげるとね、一番良いかなと思います。ディエゴダロトですね。まあ右のミッドフィルダーでいいかな、まあサイドバックでもいいんですけどね、この能力がですね、できるだけ前で使ってあげるとより生きてくるかなと思いますので、右のサイドミッドフィルダーで使ってあげるといいかなと思います。でスピード、そしてスタミナ、これが生きてきますね。あとブロッカー持ち、これも熱いですね。結構中盤の選手で持ってるって非常に熱いので、そういった意味では使ってあげるといいかなと思います。で自分でねしっかり打開できるかというとね、ダブルタッチあるわけでもないので、なかなか難しいので、まあそこはね周りとうまく使いながら、やってあげると一番良いかなと思います。ゴードン、左のウイングですね。自ら持っていってですね、コントロールカーブで狙っていくようなイメージになっていくかなと思います。ダブルタッチはないので、くるくるドリブルとかをね対応してあげると一番良いかなというところですかね。足裏コントロールついてますし、ドリブルはねそれなりに使用感は良いかなと思いますが、スタミナが80台なので、まあそこまでないので、まあここはカウントターゲットを使うとかね、スパサブ枠で使ってあげると一番良いかなと思います。ユーストですね、まあ右のサイドバックでしょう。守備的サイドバックということで、ここは生かしてあげると良いかなと思います。守備的サイドバックでこれだけスピードあってディフェンス能力も高い、これは非常に良いですね。相手の左サイドにですね、ドリブラーとかがいてもですね、しっかりついていけるかなと思います。なので守備をね固くしたい時とかは、この選手を使ってあげるといいかなと思います。だとなればね、ピンポイントクロスとかも持ってるのも非常に良いですね。最後マカティですね。右のウィングかな、まあ OMF でもいいけどね、ダブルタッチからのまあシュートとか、まあそこが狙っていく形になってくるかなと思います。まあピンポイントクロスはついてるんですけど、逆足精度そんな高くないので、まあここはそんなに期待しない方が良いかなという感じになりますが、自分で打開をしていきながら最後パス、最後もしくはシュートっていう形使ってあげると一番生きてくるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとこれはね短くしてもだいぶ長くなっちゃってるんじゃないかな、人数が多いのでねと思いますが、はい、忙しい人のための、こう使いでした。ということで全選手誰も見捨てずにやりましたので、皆さんねおすすめの使い方もあったら教えてください。ということで、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方は高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。